日本女子のエース。北京オリンピックフィギュアスケート団体、日本はソチ以降3回目となるこの競技で第3位、史上初のメダル獲得となりました。昨日決勝進出をかけた女子シングルショートプログラムでは、初出場の樋口新葉が会心の演技。トリプルルッツ、トリプルトーループ。見事3位で決勝進出を決めた日本。ここで登場したのは18歳の鍵山優真。その覚醒を世界が目の当たりにしました。回転通りのシングルオイラートリプルサルコーのサーメントコンビネーション。鍵山は男子フリーで世界歴代3位となり 208.94 を叩き出し、この種目1位をマークしました。若い力が躍動し、3位で今日の最終日を迎えた日本。この流れを最高の形でつないだのは、三浦璃来と木原龍一のりくりゅうペア。ペア結成から2人が自信を持って磨いてきた技か。トリプルツイスト、トリプルサルコー決まりました。綺麗に決まりましたね。着氷が揃ってきました。2人の演技は自己ベストを更新する 139.60。 この競技を終え、4位に逆転される可能性がなくなり、メダル確定となりました。いつも以上に楽しくて、本当に何だろう、分かりません、滑っていて楽しかったです。続くアイスダンスでは、小松原美里、小松原健ペアが一番手に登場するも、落ち着いた演技で和の世界を表現。アンカーの坂本に勝利への思いをつなぎます。トリプルフリップ、ダブルトーループ。持ち味の飛距離のあるジャンプです。後半のジャンプ、コンビネーション、トリプルフリップ、トリプルトーループ。この種目を2位で終え、日本は2大会連続の5位から悲願の初メダル獲得となりました。みんなが頑張ってくれたおかげで、自分にもすごく余裕があってきたので、本当にみんなの力でこの銅メダルを取ることができたので、本当に嬉しいです。世界3位に輝いた日本のフィギュアスケート団体。熱も冷めやらぬところだと思いますが、フィギュアスケート団体、はい、日本が初めて表彰台に立ちましたね。はい、もうめちゃくちゃ嬉しいですしで、何よりやっぱ選手一人一人が最高のパフォーマンスでバトンをつないでいってくれて、坂本選手の本当に素晴らしい演技でこうドーム決まってという、本当最高の形でメダルを取れたんじゃないかなと思ってます。本当選手の演技素晴らしかったです。そうですよね。チームとしてもとてもいい雰囲気でしたよね。はい、すごいこう仲いいのが伝わってきましたね、全体的に。そうですよね。荒木さんは個人と団体両方で長野オリンピック金メダルを取っていますけれども、はい、やっぱりこの仲のいい雰囲気というのがチームには大事ですか？そうですね。はい。ちょっとやっぱりスキーとは違う。ここまで仲のいい雰囲気というわけではない感じですね。羨ましいですね。僕が出たオリンピック。まだ女子がなかったので、こういう雰囲気っていうのは全くないんですよ。田さんが先ほどおっしゃってました、そのチームワークについてまた見ていきましょう。宇野昌磨選手の自己ベストから始まって、その背中を後押しされるようにみんながいい滑りをして、なんと全員ノーミス、自己ベストもこんなに出ました。みんなで取った銅メダルだとは思うんですけれども、小田さん、はい、この中でも強いて、はい、言うとするならば、はい、メダルをぐっと引き寄せたのはどこにあったと感じていますか？僕はペアの
三浦木原ペア通称りくりゅうペアがショートフリーともに最高のパフォーマンスを見せてくれたっていうところが一つ大きなポイントだったんじゃないかなと思いますね。シングルの強さっていうのはもう日本こう代々あるものがあるんですけど、こういったカップル競技で強さを見せれたっていうことはアイスダンスも含めてそうなんですけど、世界にアピールできたっていうのはすごく良かったですし、やはり2人のこの演技っていうのがメダルをグッと寄せたんじゃないかなと思います。このね、最後のスロージャンプをね、もうすごいグッて耐えたんですよ。でそれもあの自分のためだし、もちろん団体のねチームのためにっていう気持ちも伝わってきましたね。自己ベストをどんどん更新していく、はい、本当に魅力的な2人ですよね。はい、そしてあの宇野選手、そしてあの梶山選手ですね、はい、宇野選手もあのパーソナルベスト素晴らしい演技でショートプログラム滑りましたし、あの課題であったね4回転3回転セカンドのトリプルっていうところもねもうしっかり決めてきて、これは冒頭の4回転フリップだったんですけど、出来栄えでも綺麗にこちらですね4回転も3回転綺麗に決まって、こういった得点の積み重ねっていうのが間違いなく団体に響いてたと思いますし、いやもう演技も本当良かったですね。そして影山選手はあの本当にもう世界中がびっくりするぐらい、僕も海外の方からいやもう鍵山君もブラボーって言われたぐらい世界があっと驚くようなパフォーマンスを見せてくれたんですよね。で彼のこの素晴らしい質の高い4回転ジャンプ、ただ降りるだけではなくて出来栄え点で本当にプラス3プラス4プラス5っていうところを狙えるような、そんな素晴らしいジャンプをたくさん決めていたので、まあ、宇野選手含めてもそうなんですけど、この人選が本当に楽しみですね。あの鍵山選手最後のトリプルアクセルを決めた後にちょっとニコッとしたようなね、そう、 そうなんですよ。あ、よく見てらっしゃる、あのトリプルアクセルがちょっとだけそこステップアウトとかしちゃうんですよ。でもそこめちゃくちゃ綺麗に決まったんで、もうやったっていう感じで本人も思ってたんじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、そして明日からは男子ショートプログラム始まりますけれども、このままいい流れに乗ってほしいですね、はい、そうですね、やはりここでパフォーマンスできたってことは間違いなく自信になってくると思いますし、ただやはりその団体戦だったら男子の場合はまあ疲労感ですとか、やはりそういったところを細かく調整していかないといけない部分があると思うので、そこら辺の調整もうまくやって頑張ってほしいなというふうに思います。伝えてもらいましょう、草薙和希アナウンサー。はい、よろしくお願いいたします。北京現地のスタジオにはバンクーバーオリンピック日本代表織田信成さんをお迎えしております。織田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ織田さん、今日はなんといってもフィギュアスケート団体戦ですね、はい、いやもう本当にもう銅メダル素晴らしかった、もう、はい、もうあの僕の今のテンション見てもらっても分かるんですけども、全然興奮がもう未だ冷めやらぬという感じ、大山からそうでしたねもうすごい嬉しいです、はい、では早速ですが、史上初のメダルを獲得した団体戦、感動の演技たっぷりとご覧ください。5種目を終えて3位につけている日本、ペアフリーに三浦璃来・木原龍一ペアが臨みます。ペア結成から2人が磨いてきた技、トリプルツイスト、1回2回3回高さのあるトリプルツイストが見事に決まります。2人同時にジャンプしたトリプルサルコーもぴったり、自己ベストの演技、この種目2位、全体でも2位に上がり、メダル獲得が現実のものとなってきました。小松原美里、タケル組が臨みます。私のような物語は決して語らなければ。曲の冒頭、女優夏木マリさんの声で語りかけます。情感を込めた演技、そして片足でターンを重ねていく、この種目は5位にとどまったものの、全体では3位とまだまだメダル圏内、
最終種目女子シングルフリー坂本花織に望みをつなぎます。フィギュア団体メダルへの思い。その坂本は安定の演技を見せました。後半のジャンプコンビネーション、トリプルフリップ、トリプルトーループ、2連続ジャンプ成功。さらにダブルアクセル、トリプルトーループ、ダブルトーループ、3連続ジャンプも危なげなく決めます。見事2位に入り、団体では初の銅メダル獲得となりました。選手たちはマスコットキャラクターのパンダを手に喜びを分かち合います。みんなが頑張ってくれたおかげで自分にもすごく余裕があってきたので、本当にみんなの力でこの銅メダルを取ることができたので本当に嬉しいです。はい、団体戦初めてのメダルとなりました。このねみんなの姿見てもいい気がしてますね。ビンドゥンドゥンも輝いてますね。かわいい、もう本当に。話題にもなってますが、改めて小田さん、今回のこのメダル獲得、はい、どこがポイントになりましたか？いや、もうポイントで言ったら、もう本当みんなの演技が素晴らしくて、全員ポイントなんですけど、まあ、今回あえて挙げるとするならば、女子の2選手、樋口選手、坂本選手ですね。はい、で樋口選手は公式練習でこのジャンプが抜けてしまう、まあ、3回転がこう1回転になってしまうですかっていう動きがちょっと見られてたんですね。で本人も滑る前にちょっと緊張しているっていう話もしてたので、うん、もうみんなこう硬そうなので大丈夫かなと思ってたら、もう見てください、この綺麗な3回転3回転っていうね、このトリプルフリップもすごく綺麗に決まりましたし、でここで2位にしっかりつけれた、ROC の選手につけて、はい、2位につけれたっていうところがもう大変良かったんじゃないかなと思いますし、彼女のこのジャンプの評価、演技構成点の評価っていうのも非常に良かったので、個人戦に向けてもすごく自信になったんじゃないかなと、はい、思います。そして最後坂本選手ね、坂本選手はもうこちらに来てからもすんごい調子が良くて、曲かけ全部通してももうノーミスするぐらいずっと調子が良かった。ただでもやっぱりこう最後にチームとして演技をするっていう、そのまあプレッシャー、ただでも本人も言ってましたけど、今までこういい流れで来てるから、それをすごいこう力に変えて頑張れましたって言ったように、本当にもう有言実行でその変えた力をこの氷で思いっきり表現してくれましたし、最後までねもうスピードがもう止まらない、もうフェラーリのようにもそれぐらいもうもうビュンビュン行ってても素晴らしかった、ですからこれ間違いなく個人戦に向けてもね、はい、いい流れができましたよね。